ちゃ、触り方エジフロ。ちょ、じっとせえて。お前ら何してんの？ペイントボールつけてる。チョーク塗りで？投げても全然当たらん時あるやろ。俺の時代ペイントボールないからわからんわ。ふぅ、僕の気持ちなんか分かってもらえないんだ。そして寂しくなっちゃって隅っこで三角座りしちゃえばいいんだ。ヒス構文？僕は気持ちわかるフロよ。敵のお前何がわかるね。当たり強ない。ごめんフロ。だけどその気持ちサンキューな。フロ、なんで嬉しそうやねん。別に嬉しくなんかないフロ。嘘つけ、尻尾フロフロシェイカーやんけ。ちょ待って、なんか臭ない。え、ペイントボールの匂い。ほんまや、フロフロお前めっちゃ臭いやんけ。塗ったお前やぞ。これで嫌われちゃうフロな。嫌うわけないだろう。お前俺のターゲット、もう逃がさないぜ。ほら、意味合い変わってくるって。最近来た雑貨のお姉さん苦手やから一緒に買い物ついてきてよ。はは、さてお前、お姉さんが綺麗すぎてドキドキしてもうとるんやろ。いらっしゃい。ゴリゴリのババアやんけ。お姉さんこんにちは。こんにちは。物売る人の笑顔ちゃうて。回復薬欲しいんですけど。ごずを言うやガキ。俺ら客やんな。10個ほど。あん、聞こえんな。10個。足の鼓膜は100個以下の数では震えへんのや。どんな耳しとんねん。じゃあ100個で。もう一声。欲張んなや。うわ、200個で。バイド。ちょ、ババアに乗せられてるって。すまんの、いっぱい買ってくれて。え、いやいや、この見た目と口べたなもんで在庫いっぱい抱えてもうて困っとったんじゃ。客にガキっていうの口べたの範囲超えてるけどな。助けになれてよかったです。買ったものを自宅のボックスに送ってもらってもいいですか。ああ、もう持って帰ります。こ、捕獲された。この後バラバラにされるのかな。したいな。今日からこいつがお前の母さんだ。母さん、しっかり全うできたら逃がしてやる。そんな、モンスターである私が母さんなんて受け入れてくれるはずがない子。よろしく母さん。すごい受け入れてくれてるやん。じゃあ適当に遊んであげてくれ。縛られたまま逃げられたら困るからな。こう、とりあえず何して遊ぼう。叩いてかぶってじゃんけんぽんしよう。無理やって、縛られてまんねん。諦め早。いや、諦めるとかの次元ちゃうて。じゃあボクシングしよう。一方的なバイオレンスです。ち、僕の本当の母さん今どこにいるんだろうな。帰ってこないの。僕を森岡の9番で産んだ時にいなくなったらしい。森岡詳しい服よ。よかったら一緒に探しに。パシュ、行こう。判断早。お父さんに怒られない。探しに行く、遊びだから。こう、人生の先生になってやってくれよ。趣味に銭使いすぎて金欠にゃ。どこかに金づるぎないかにゃ。おっすね、コードさん、クエストを受けに来たで。ジャストミート。どんなクエストを探してるにゃ。ちょっと疲れてるから、簡単な素材集める系がいいかな。ぴったしのあるにゃ。クエスト名モンスターハンター。闘技場で大型モンスターを4体連続で買ってもらうにゃ。どこがぴったしやねん。過労死してまうて。し、まだクエストの報酬の銭の話をしてないにゃ。そうか、かなりの難易度やし。めっちゃ銭もらえるとか。3000人にゃ。報酬ピンハネしてるやろお前。もう、じゃあクリアしたらピアスもあげるにゃ。噂で聞いたことあるぞ。モンスターハンターの声をクリアすると特殊なスキルがあるピアスがもらえるって。世界に一つしかないから急ぐにゃ。マジか、頑張って行ってくるわ。クリアしたぞ。このピアスは何のスキルが発動するん。趣味で作ったハンドメイドやからスキルないにゃよ。ジューシーなキングターキーよ。現状チーズにどっぷりつけてガブリ。美味しそうじゃ。何してんの。よだれ集めてる。なんでこいつ。よだれ装備とかつ効果あるからさ、女の子にかけてエッチチなバリ見ようかなと。ド変態犯罪者やんけ。僕はそんな卑猥なことに協力したくない。じゃ、出てる出てる。さあ、よだれを出さずに耐えれるかな。ほごり霜降りトマトに。美味しそうじゃ。そこ落ちやんけ。クショ、どうしても反応してしまう。食の魅力には勝てないじゃ。おいしそうじゃの2倍で出るって。じゃあ食以外で行ったのか。何の配慮。へ、食以外で僕によだれを出させたら大したもんじゃ。プリプリの太ももが見え隠れする。腰装備。わ、さらに溶けかかった胴装備の隙間から見える2つの柔らかな宝玉。おいしそうじゃ。お前も変態やんけ。
今日から入る新人か。初日やけど、しっかり運んでもらうで。了解っす。運搬は得意っす。いいね。まずはこの家の12階に運んでくれ。了解っすわ。ふぅ、初日やしな。しっかり運べるかな。先輩、運んできました。待て待て待て、嘘やろ。よいしょ。待ってくれ、まず骨や。全部の骨折れたやろ。あー、俺どんぐらいの高さから降りても、なんともないんすよ。超人すぎるって。なんで引っ越し飽きたん。まあ、運搬得意なんで。そんな軽い感じ。まあ、ありがたいから、ええねんけど。次何運びましょう。次はこれやな。あともう飛び降りてくんなよ。飛び降りた方が早いっすよ。見てるこっち怖すぎるねん。慣れたら先輩も飛べますって。いけるか。早運んでこい。了解。変なやつやけど、まあ頑張ってくれてるしな。コーヒーでも買っといたろか。初日お疲れさん。これよ。あざます。いただきます。うわー、ガッツポーズするほど。やっぱ変なやつやな。本当に打ってもいいのだろうか。たまにマンク持ってきたやつか。何言うてんねん。当てたらいててなるかなって。今更すぎるやろ。どんな気持ちで運んできた。なんかやったろうかなって。ふわふわしとんな。おい、ランは大砲2万発打ってもいいと思う。打たれる側に聞く。それ打っていいのは打たれる過去のあるやつだけらを。コードギアス見てるやん。覚悟はある。ほんまかお前。だけどやっぱいててなるよな。だ大丈夫らお。せっかくそんなに運んだんだ、全部打つらお。ラオタン、お前手厚。へへ、遠慮することないらお。ほな撃つぞ。おら、切り替ええぐいなお前。ちょっと待てや、大砲さん。2万発は俺もいててなる。筒厚なるもんな。ほなもうええか、弾直してくるわ。手伝うらお。俺も手伝うわ。こうして彼らは大砲弾の重みを感じながら直しに行ったのであった。どうせ僕なんていなくてもいい存在なんだきん。どうした話聞こうか。モンスター総選挙最下位やったきん。ほな俺たちが次は1位になれるようアドバイスするぜ。俺も参加する感じ。1位になるためなら何でもするきん。まずは飛んでみよう。まずのハードル高ない。上位陣には飛べるやつが多いんや。翼がないきん。じゃあ早せ。無茶ぶりすぎるって。難しいきん。もっと簡単にできることからやりたいきん。そのきんって語尾可愛くないから語尾を玉にしてみよう。わかった。金玉。大丈夫かおい。ええ感じやな。ほなあとは飛ぶの練習しといて。練習できる範囲超えてない。が頑張る金玉。どうやって翼を生やせばいい金玉か。翼が欲しいのかい。君は僕と同率最下位のアルセルダスアジュ金玉さん。玉の位置おかしい気もするが、俺が君の翼になってあげようか。うん金玉。さあ共に1位の景色見に行こうぜ。ありがとう金玉。次の方はどうぞ。さっきの喧嘩で腕の骨折れたっぽいっす。骨折か。じゃあ後でお薬出しときますので。お薬だけ？キプスとかない？鬼切るぜ先生。お前も違和感持てって。ちょ先生、薬で痛み止めとかでしょ。ちゃんと治さないと。痛み止めちゃう、回復薬出しといた。回復薬？回復薬飲んだらな、何でも治るよ。そんな万能な薬ないやろ。それがあんねんて。次の方どうぞ。最近疲れが溜まりすぎて無限にスタミナ続く薬とかありません？そんな危ない薬あるか。あるよ。あるんかい。もうここで飲んでいってください。競争薬や。本に切るぜ。だから違和感持てって。ノータイムでそんな危ない薬飲むな。あれ変化ない。あ、間違えた。医者の間違えたわ。一番怖いって。それ活力剤や。めっちゃパキってるやん。コポ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 。アロニーロアロルエリ。ううん、回復薬直で言ってるだけ。だけって何？回復し続けるからもうあいつには負けへんで。ガッツポーズしっぱなしやけどな。このシステムの代償や。どう攻撃するん？頭突き。ポケモンか。ポッ。大丈夫か？うん、全然大丈夫。てかそれ息できる？できてない。死ぬって。肺を外せって。それはできへん。これはあいつに勝つためのリスクなんや。またせたんごな。ファンゴ相手にそんなリスク背負ってたん？お前その頭。へへ、リスクを取るのが自分だけやと思ったんごか。やるじゃねえか、さすが俺のライバル。続き行こんご。ガシャン。ふ、引き分けんごな。危なすぎん。まだ勝負は終わっていない。俺には最終手段がある。キゴンゴ。俺もんご。行くぞ。今度は鬼人役や。うんご。頭につける発想しかないんかい。珍しい魚が出る寿司屋か。楽しみやな。らっしゃい。今日は1万銭に。あ、1万円のコースでよかったですかね。あ、はい。何が出てくるんやろ。一品目は拡散デメキの握りです。デメキの寿司。どんな味なん？口の中で爆発します。爆発？口の中デロンデロンならんなりますよ。あかんやんけ。ほな2品目いきましょうか。
うん、頼むから普通の寿司ちょうだい。2品目は爆裂アロワナ丸飲み寿司です。絶対爆発するやんけ。いえ、この魚は絶命した時のみ爆発します。いい、やばいやん、丸飲みやもん、どうすん。そう、じゃあラストの3品目いきましょうか。1枚のコース3品だけな。まあまあ、3品目は爆発しないんで。1、2品目を爆発させんなって。3品目は大食いマグロの握りです。シンプルに量が筋ちゃうねん。お腹空いてるでしょ。お前のせいでな。味は確かなんで食べてみてください。もぐもぐ、まあうまいけど、グリ、え、なんか入ってる。石ころですね。お会計で。やばい、クエストリタイアしよう。どうして、あとちょいでババウンが倒せるのに。うんち漏れそうや。大丈夫かおい。はあ、騒ぐほどのことかよ。俺は毎日漏らしてるんが。どこでマウント取ってんねん。くぉ、お腹キョロキョロする。くそ、どうすればええんや。アドバイスしたろかんが。なんで敵のお前なんかに。いやっちゅうなら、せえへんが。くぉ、頼む。わかった、教えてくれ。あえて、おならしてみ。出るって、身が。ここは信じて従うしかねえんだ。ぷぴ、おなら可愛いな、おい。おお、調子はどうんが。めっちゃ出そう。あかんやんけ。楽にしたろ思ったのに。漏らさせるアドバイスやった。くぉ、限界や。なぜ我慢する。漏らすことの何が悪いんが。装備とか汚れるやろ。ぷぴ、脱いでのぐすすればいいんが。恥ずかしいやろ。ぷぴぷぴよ。ふん、人の目なんか気にすんなんが。そういう問題ちゃうやろ。争わんといてくれ。もう大丈夫やから。なあ、もう天井から降りてきてや。いやね、どうしたん。いや、間違えてフルフルって呼んでもうて、拗ねてもうてん。拗ねてるんや。僕フルフルちゃうもんね。ぷっ。キギネムラはスタイリッシュなボディしてるから、フルフルとは全然ちゃうで。ほんまんね。ブヨブヨした白い顔は似てるけどな。ビタン。おい、あとちょいで降りてきそうになってたのに。あ、ごめんごめん。あと、キギネムラはかっこいいどこのブレス吐けるやん。うん、うん。しかも卵産む攻撃もあるし、フルフルと全然ちゃうで。卵ごっつい気持ち悪いねんな。ビタン。もういらんこと言うな。もういいもん。どうして僕はフルフルに間違われる気持ち悪いやつに。そんなことない。あのあれやん。なんか個性あるやん。全然思いついてへんやん。てか間違われる言うてるけど、最近ギギネブラ出てないよな。それは一番言うたら飽きまへんで。え、なんか色が。あ、そうや。怒ったら黒くなる。もう遅いね。うわー。